大東市住野道の本町商店街外れにある小包街道道路表小包街道は大阪府大阪市と奈良県生駒市を生駒山北側の山越えで結んでいる街道。経由地名から中街一越、龍館古市とも呼ばれる、半那道路の前身である。この道がいつ頃整備されたかは定かでないが、大阪と奈良を結ぶ主要街道の一つであり、 大和国北部と大阪を結ぶ大和街道の一つとされた。近世以前、河内国に深野地、深海地という二つの大きな池が存在していた頃は、京橋から東へ深海池の北側のほとりを通り、角道浜から船で深野池の東岸へ渡った。この辺りまでは大阪からの野崎参りの参拝道としても機能した。 1704年の山和川付け替え以降は大きな池は、なくなり、京橋から隅野道までは、根屋川右岸に沿い、現在の JR 隅野道駅前で、根屋川を橋で渡り、中街市から流管方面へ山を越えた。山越えの途中で、田原方面と伊駒方面の二手に分かれる。明治時代になり、小包海道と正式に命名され、それ以降地元有志らにより、 アクロであった山越区間を中心に改修がたびたびなされた。なお、本街道の山越道そのものは現在は、府道701号、中街市南田原線に指定されており、半ン道路は本街道の交通量が増大したことによる抜本的対策として建設され、1958年に開通した。JR 住野道駅近く、本町商店街の東外れなど数箇所に、 小包み街道と記された明治期の道路標が現存する西から東へ記載ありがとうございます。